南極星とは南側の極星のことで天の南極に最も近い恒星を意味する。自転するあらゆる天体ごとに定義ができるが、ここでは地球における天の南極に最も近い恒星について詳述する。地球の再三運動のためある分点や周分点が王道に沿って西向きに移動し約25,800年で一周する。このため地球の自転軸を 南極側に延長した天球面上の天の南極も移動する。この天の南極近くにある星があれば、南極星と呼ぶべきだが、21世紀時点で天の南極に完全に重なる地球の構成は存在しない。また周囲にも北極星とされるポラリスほどには、有用な南極星して認識される構成が存在しない。このため、大航海時代において、 船の航行の際の点の南極の点速には主に、南十字座が使われていた。南十字座 α 星と、南十字座 γ 星との各距離を α 星に向け約4.5倍すると、大体点の南極に到達する。α ハイド β ハイド、ニューオクト、ベータオクト、シグマオクト、デルタオクト、γ マチャ、エイクラックス、ベータクラックスマイアプラセダス、ウプシロンガー、 オメガカースポディスクエイバーアルセフィナマーカブガンマ、ベルカノーパスエカーナーサイサによる天の南極の移動。星の位置は現在観測される位置。数字は、西暦年を表す。サイサ運動により天の南極が移動するため、南極性の役割を果たす星は、年ごとに天の南極に近づいて、極地となってから離れていき、他の星との比較によって、 南極星の役割を交代していく。この変化は人類の有志時代の長さに比べてゆっくりで、およそ2万5千八百年で元の星に戻り、これを繰り返す。以下に南極星として交代する星を示す。時期は南極星として見え始める時期ではなく、各星が天の南極に最も近づく時期を示し、夏季の時期を中心とした前後数世紀はその星が、 南極星となる。下記で表した首等級は現在の観測に基づく。以降は次第にカノープスが天の南極に近づき、西暦1万4000年頃に理覚10度ほどで天の南極に最接近する。この間に他の星が天の南極に近い位置に入るが、カノープスが明るすぎるため、南極星として認識される可能性は低いと考えられる。 前天で一番明るい星であるオイヌ座のシリウスは、大きな固有運動を持つために、天球場を次第に南下していて、西暦66,270年には、赤井マイナス88.4度、西暦93,830年には、赤井マイナス87.7度にまで南下し、南極星になるのではと予想されている。ありがとうございます。